どうもこんばんは。歌舞伎町で散歩します。2018年の、10月の19日夕方かな、夕方の18時13分です。はい、こんばんは。今ね、生活保護の小川由紀さん と、バーに行って撮影をしました。エルビンいらっしゃいよ。歌舞伎町金曜日だから人が多いね。ありがとう KP、 ありがとうパパラッチ、ありがとうサンキューです。どうもありがとうございます。プラプラしますか。あんまりこの辺で歩かないけどね。なんか腹減ったな。なんかやってるかな、イベント。おお、舞ちゃんいらっしゃい。パパラッチありがとう。舞ちゃんね、最近 YouTube 勢だもん。なんだろうこれ、なんかイベントやってる。なんだろう、ダンスかなんかやってるな。歌舞伎町木こり、なんかダンスの集まりやってんのかな。なんかダンサーがいっぱいいるね。なんかダンスのイベントかな。なんかみんな踊ってるんだけど、いつもの青壁の広場の前だけど、配信者はあんまいない感じだね。腹減ったな、何食おうかな。クラブができるんだって。なんかクラブラーメン食べる。ラーメンなんかね、クラブができるって書いてあるよポスターに。10月の26、ほらクラブができるって。おー、チャムありがとう。アイテム、歌舞伎町に新たなクラブ、ワープだって。新宿ワープ、どこにできるんだろう。ゴジラステンション。上座のラーメンって美味しいの。上座のラーメンどこにあんの。うまい。上座ってどこにあんだろう。新しい店を探索するのもいいかもしれないよね。カムクラのラーメンがうまいの。え、何系ラーメン。カムクラどこに行けばいい。カムクラのラーメンがうまい。白菜スープ。大阪のラーメンか。白菜スープちょっと微妙かな。あっさり系微妙かな。なんかもっと安くて俗っぽいものでいいよ。今日何も食ってねえんだよな。ありがとうね、教えてくれて。カムクラのラーメン美味しいって。あ、俺がおすすめするさ、辰野屋のラーメン。あ、こっからが遠いか。歩きながら帰るか。腹減ったな。ペッパーランチあんだ、こんなところに。ペッパーランチいいな。ペッパーランチいいじゃん。
きなりステーキあんま好きじゃないんだよな俺。俺ねステーキガストが一番好き。ステーキガスト行きたいな。ステーキガスト食いたいな。ステーキガスト行きてえのりことのんちゃんと贅沢したい。2000円ぐらいかな一人。パチンコ屋さんあるよ。卵味噌いらっしゃい。ついに配信屋さんを語り出したの。どう調子は。何ペッパーランチ事件。事件なんてあった。いやのりこにご飯食べさせないとね。のんちゃん猫になっちゃったの。大変だったんだよ。小川さんと動画の撮影行ってくるねっつったらニャーって言い始めて、ニャーニャーって言ってずっと猫になっちゃった。のんちゃん今猫だから。本屋やろうかな。本屋で本買おうかな。漫画読みたいね。漫画、あ、本屋やろうかな。ご飯代パチンコで稼がないよ。今月は10万負けたんだから勘弁してくれよ。もうパチンコとか二度とやんねえよ本当。毎回これ言うんだけどね、パチンカスは。でもさすがにあったまくては。10万負けはね。え、ペッパーランチ店員が交換。何それ、ひどマジで。ショーンさんやばいねそれ。のんちゃんお腹空いてるかな。のんちゃんが最近放送見ないから放送でのやり取りできなくなっちゃったんだよね。昔はね放送ずっと見てたから。うわビルかっこいいよ、ほらビルかっこいい。東京って感じだよね。東京ザ東京って感じだよ。大都会。俺こんな街に住んでんだろうな。成田に帰りたいよ俺。田舎に住みたい。田舎に。新宿似合わないでしょ。コマ劇あった頃遊んでたんだ。コマ劇って俺知らないんだよね。俺がもう引っ越してきた時にはあのコマ劇なかったし、新宿苦手な街だったから歌舞伎町とか出入りしたことないんだよね。コマ劇場って一体何なの。ライブとかコンサートとかやる場所なんだ。小滝橋通りっていうか帰ろうかなと思って、もう家に向かってる。西新宿方面に向かってるね。帰ろう。のりことご飯食べよ。のんちゃん多分お腹空いてると思う。ポン酢の音大好き。
人がすごいよ。夕方だからちょうど帰省ラッシュだ。帰宅ラッシュ。ションベン横丁いやもう別に歩いて10分だから、せっかくだからじゃないよ、全然家から近所だからいつでも来れるよ。なんかおすすめの店あんの？酒2杯飲んだけどちょっともう腹減って帰るわ。のりことご飯だ今日は。のん飯アーリーカレーにすっかな今日。マジでステーキ食いたいけど。はい、こんばんは。腹減った。ココイチ。カレーはターリー屋が多いかな。はい、こんばんは。まあ、動画何枚か撮れたかな。東大まで行って、なんかやっぱ一眼レフね、いいよ一眼レフ。もう全然動画のクオリティが半端じゃなくいい。マジでこれ宝物だね、α7 III は。リスナーさんからもらった武器ですよ、武器。いい映画たくさん撮れる。新宿さすが金曜日にぎわってるよ。のりこを散歩に連れてこう。いやー、やっぱ一眼レフ全然違う、本当にいいよ。びっくりするもん。すごいね。ちょっと動画もう一枚撮ろうかな、橋の上で。何か言われた時にこっちが、はい、こんばんは。なんかね、もう新宿に慣れすぎててね、新宿多分ね、写真撮るところいっぱいあるんだろうけども、なんか自分の中でこれがなんていうんだろう、もう見慣れちゃってるから。最初はさ、やっぱりさ、東京上京した時とかおのぼりさんだからさ、うわーこれかっこいいなとかいろいろあったけど、今ないもんね、別に。生ポの神配信者に西川秀樹逮捕された。あー、まあその件の話もしたね。うん、小川さんと。まあ、ナマコの神でもなんでもないでしょ、あんなの。こっからの写真いいんじゃないかな、写真っていうか動画。これ絶対いい絵になるよね、こっから。これちょっと動画撮るか、動画撮らせて。
ここいいよね。ちょうどここやっぱ今の時間帯が一番かっこいいはずだから動画撮るわ。新宿ガード、そうだね。ちょっと動画、ちょっと動画撮らせて。安いやつだから揺れに弱いんだよね。ゴールデン街いいっすね。遊び慣れてますね。業界の方かな。さんはやっぱいい絵だわ。全然いい絵だ。すごい。これはいい絵だ。ゲイタウン。テーブル補正をオフにする。あの三脚立てるときはオフだね。あの逆にブレちゃうんですよ。いやちょっとそう。カメラ詳しい人も来てくれた。ありがとう。
感じで撮れましたね。都会を撮るね。結構見る？いい感じに撮るかよ。10秒ぐらいのね、動画だけど、こんな感じです。では、今撮ったらこんな感じ。こんな感じです。ちょっとね、交通量が逆に流れる絵を撮りたいんで、こっち側から抜ける絵を撮りたいんで、もうちょい、もう一枚ぐらい撮ろうか。岐阜？今岐阜って俺動画撮ってんのに喋ったらダメじゃん。コメント拾っちゃったよ。ダメだよ。あ、車行っちゃったよ。いや、どう、写真撮ってると思ったら動画撮ってんだよ。そう、ダメだよ。ジャケットかっこいい。女の人はジャケット好きだよね。いい絵撮れた。頑張るよ。ありがとう。いい絵撮れたね。おー、ヒロさん、いらっしゃい。どう、調子は？ FX うまくいってる？こんばんは。みんな無料アイテム配られてるからさ、無料アイテムちょうだい。イベント、これ1位になると雑誌の表紙になるから、けどもなんか久々来てくれたね。お、イベントアイテムありがとう。どうもどうも。お、言葉助さんいらっしゃい。どうも。
アパラッチありがとう。アパラッチありがとう。Say again. Why isn't it giving me vocal instructions? I think. なんか大自然とか撮りてえな、大自然とか。なんか東京の生活に疲れた人が癒されるさ。あ、機材はそんな重くないよ。配信機材の方がとんでもなく重い。あの。アルファ7の撮影機材は全然軽いよ。ミラーレスカメラだから。はい、パソコンの方が重たいんだよ。配信だよ。パソコン持ってさ、バッテリー積んでも山の線一周配信なんか20キロぐらい背負ってたからね。旅配信の時は超きつかったよ。20キロ背負う。ヘッドヘッドになるもんね、あれ疲れて。今日の機材は2、3キロ、2キロぐらいじゃないかな。僕、アルファ7-3ですね。アルファ7-3。あ、でもここやっぱ撮影スポットなんだね。写真いっぱい撮ってる外人さんが。カメラ好き。リスナーさんからプレゼントでいただいたんすよ。みんながコツコツアイテム投げてくれて、アルファ7-3よ。僕のメイン機材ですね今。やっぱウェブカメラよりもね、ウェブカメラの性能もだいぶ良くなってるけど、 4K で撮れたりとか、やっぱりねフルサイズのぼかしが効くっていうのがたまんないよね。一眼は本当面白い。やっぱそのボケ味を楽しめるっていうのはさ、あのなんつうんだ、スチールの強みですよね。カラーグレーディングにハマってますよ。最高だね。ちょっとねこれを撮りたいんですよ僕。麓から国運タワー勝ち上げて撮りたいんですよね。下から煽りでこうガチンと勝ち上げでちょっと1枚撮ろうかなっていう。この時間帯じゃないと暗くなってその国運タワーが光らない。今日ね曇ってるからね、あの光が反射してかっこいいと思うんで、ちょっと写真も一枚撮らせてください。撮らせてくださいっていうか勝手に撮るよって話だろうけど、これはね前からね狙ってる構図の場所があるんで今日。うん、そうね、新宿やっぱ僕の大好きな国運タワーを一枚撮ります。俺ね国運タワーと都庁が大好きなんですよ。こんなかっこいいビルないっすよ。まあまあ都会だよね本当の。今日はいい写真一枚バチンと撮ろう。腹減った。なんか動画のシャッタースピードの光の加減に慣れてるからね、最近ねなんかねあの光、写真の光のシャッタースピードになんか慣れてないんですよね。わあ、こっからかっこいいよ。こっからすごくいいね。こっから1枚撮ろうかな。こっからいいね。こっから行くか。
あーでも広角じゃないといけないかな、ちょっと厳しい。やっぱかっこいいな、コクンタワー。いいでしょう、エロいでしょう。コクンタワーすごいセクシーだよ。いいよ、こっから行くか。これが2番目に好きなビルですよ。下から煽りでこの辺からこうかな。行くか、こっから行くわ。もうちょい後ろから行くか。ちょっと待ってね、準備するんで。昼間のコクンタワーが好きなの？昼間が好きなんだ。一番好きなビルは都庁、都庁です。だからね、新宿っていう街が大嫌いなんだけど、俺が見たことある建物の中で2つ好きなものがね、近所にある。都庁はやばいよ。2番目に好きなのがこのコクーンタワー。コクーンタワー撮らせて。三脚立てるけど、ここ人通り多いから三脚使わないで行くわ。設定変えないと。スピードどれくらいで切ろうかな。選ぶことになってたの。三脚立てないとダメかもしれない。裾上げるか。シャッタースピード20の、シャッタースピード20の裾を2000、そ2000、そ上げでいきます。そ2000の F3.5 シャッタースピード20分の1、そ2000で、ホワイトバランス。ホワイトバランスを3250でいきましょう。火が邪魔だな。近くにいるの今。餃子、餃子はいい。
腹ペコペコだよ。木が邪魔だな。木がうぜえわ。反対側回ろうかな。木が微妙。もったいねえこれ。ダメだ。こんな感じかな。見える？もう少し前で撮ったらフレーム、要はね、レンズがあの標準レンズだから引きで撮れないんだよね。斜めに撮ったらいいけど構図が崩れるから反対側の車線行ったらいいんだろうけど、まあこれもね、写真だからね、持ってる機材でどう表現するのかっていうのも。まあ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 いいかな。まあまた撮りに来ればいいしね。また撮りに来ればいいし。腹減った。なんかも腹減ってんだろうな。
俺のかわいいかわいいのりこが腹を空かせて待ってるよ。まあ一般人映したらっていうか、だからあのよくあるのが足元だけとかさ、背中を向いて歩いてるのとか撮ってるんだ。だ顔が映らないように、顔が映らないように。いいんじゃない別に。だからそのマナーを守って配慮すればいいんだと思うよ。あれメガネどこやった、メガネがない。マジックアワーってなんすか。何マジックアワーの意味が分かんない。マキロ、何マジックアワー。前がね、メガネがない。あれメガネどこやった。メガネ上に置いてた。あ、あったあった。空が青く映る時間わかんないな。昼間じゃん空が青く映る時間。でもやっぱり夜景のそのビルのライトが綺麗に映るのはこの時間が一番いいと思うよ。いや昼間別に普通に空撮ったら青く映るよ。いやでもね、俺ねサラリーマンとかにね一眼レフは俺相性いいと思うんだよね。なんか帰りのふとした瞬間になんか一眼レフで帰宅を切り取るとかかっこいいと思うよ。腹減ったマジで。いや、高すぎた。俺のかわいいかわいいのんちゃん、ご飯食べさせないと。空が黒くなる？空が黒くなるってどういうこと？青く映る時間？そんなんあんの？日没後に。どういうことなんだろう。日が沈んだら夕焼けみたいになるんじゃないの？ちょっとよくわかんねえな。そういう時間帯があるんだ。沖縄のアグークローみたいなやつかな。まみれだよ、西新宿だよ。だから家賃高いってわかるでしょ。おい、お母さんいらっしゃい。カエデ母さんいらっしゃい。西新宿で。まあ大体今後ろに映ってる半分ぐらいはロハコさんの所有物。ロハコさん言ってたよ。
大体この辺のビルの半分ぐらいは僕の、僕のですって言ってたよ嘘つきだな。そうそう、あ、いっぱい住んでるね、うん、中野坂上の方とかね。だってソフトオンデマンドの本社があるんだ。いっぱい住んでるよね、西新宿ね。あ、だからこの前あの引退したね、板垣あずさ見たよ。板垣あずさってわかる？ちょっと古いかもしんないけど、板垣あずさ近所で歩いてたよ。新人じゃなくて超ベテランの売れっ子だけど、すげえ綺麗だったよ。白い？いや、すげえ綺麗だったよ。やっぱ後ろの白い丸？白い丸？白い丸？どれだ？白い丸？白い丸？ああ、あれは交差点、交差点、交差点。あれでしょ？あれは交差点の信号。あれね、あれは信号だよ。信号を吊るやつ。あれでしょ、あの輪っかでしょ、あれは信号機を止めるやつ。要はなんか変則の交差点だから。白い半径、ごめん、なんだろう、白い半径右側、どれ、これ、いや、わかんねえわ、そんな、わかんねえ。そこ、これ、これはあれだよ、水。ここで大体泳ぐんだよ、夏場。新宿区民はここでザブザブ泳ぐの、プールだ。その上、あれ、オブジェだよ、オブジェ。わかんないよ、これ意味なんかないよ。金持ってるから丸くしてみただけでしょ。金があるから、無駄に金があるからなんかやってみたんだ。こういうことでしょ、あの四角いのなんでですかって言ってるようなもんだから。あれは何ですかって、いや何の意味もないよって、これに意味なんてないよ、これに意味なんか。そう、金持ちの道楽、金持ちの道楽。パパラッチありがとう、ありがとうございます。はい、こんばんは。区役所通りじゃないよ。バカありがとう、てんてんさん15個もありがとうね、たくさんありがとうバカザイス。ここはリッツカールトンだね、リッツカールトン、あのかの有名なね、あのリチャード・マルチネス伯爵があのよく泊まりに来たっていう、ここのスイートルームをよく愛用したって有名だよね。
寒いな、冷えるぜ。西新宿だね。超かっこいい車椅子、めちゃくちゃかっこいいんだけど、あの車椅子、車みたい、バイクみたいな、なんか赤いメタリックのバイクみたいな車椅子、すげえかっこいい、おしゃれ。うわ、半月だ今日は。半月です。まあ本当、月とビルと和道って言ったらね、もう本当に、もう本当にね、絵になるからね。ニューヨーカー顔負けって言われてるから、ありがとう。一瞬ニューヨークに見えたでしょ。でも俺バレないと思うんだよね。あ、今ニューヨークだわって配信やっても。だって顔がニューヨーカーなんだもん。綺麗。今新宿駅構内なんだ。リッツは、リッツカールトンあったっけ？わかんない。新宿リッツあったっけ。はい、コロコロさんいらっしゃい。いや、顔ニューヨーカーでしょ、どう見たって。ユダヤ系ニューヨーカーでしょユダヤ系三世のニューヨーカーの顔だよ。ゴールドマンサックスでしょ、勤務先はゴールドマンサックスで年収2700万だよ、俺は。ここのマンション芸能人いっぱい住んでるよ。よく芸能人見るよ、俺。そこのスーパーよく行くのね。そこのマルエツプチがあるんだけど、奇遇だね。おしゃれかよ。ここのね、マンションね、よく芸能人見る。もう20人、30人ぐらい見たよ。2、30人見てる。もう住んで6年経つから。この前ジェニファー・ロペスいたね。この前ジェニファー・ロペスがバナナ買ってたよ。あとジョージ・クルーニーもいたよ。
ったよ。何食べようかな。のんちゃんは寝てる。のんちゃんはね、なんか家出るときに猫になっちゃった。ずっとにゃーって言ってた。にゃーって言ってた。ぶっ壊れたのりこ。猫になっちゃった。のんちゃんちょっとそう状態だから今。いや本当だよ。多分帰ったら犬になってる可能性あるよ。のんちゃんも急になんか元気出たり急に元気なんかだったりするから、なんかのりこのテンションに合わせるの結構大変なんだよ。なんかミュウツーぶん殴った時と同じテンションだったから、にゃーって叫んでたよ。困るよね、ちょっとね。のりこに何食べたいか聞こう。ラーメンひじりやってできてるの。大丈夫かな。帰ったら人間に戻ってると嬉しいんだけど。逆にあの口に入れていただければ。そうだね。猫のままだったら魚食わせて、犬だったら肉食わせようか。どっちだと思う？完全に猫だったからな。ぶっ壊れてたからな。なんか不安だよ。家に帰るのが不安だよ。48歳なんだけどな、もう小学生みたいな感じだからな。マジですごいよ。2年間付き合ってるけどほとんど寝てるんだよ。すごくない？2年間付き合っててほとんど寝てるんだよ。ほぼ植物みたいな状態だからね。元気が出るまで待ってって言ってずっと待ってるんだよ俺、2年間ぐらい。なかなか元気出ないかんな。このままだと50歳過ぎるぞ。眠り姫だよもう。ポンコツだから。ポンコツ待ち時間長いよ本当。のりこは元気出るまでずっと待機だから。いや大切にしてるよ。いきなりにゃーって言われても、うん大丈夫だよってちゃんと答えてるから。ちょっと配信つけてない体で家帰ってみようか。配信つけてない体でちょっと家の中入ってみようか。配信切ってるオフモードの俺で入ってみていい？
のんちゃんが猫のままかどうかちょっとテストしよう。ねえ、絵描きゃいいんだよ、下手でも上手くてもなんなら。何でもいいから何かやるべきだよな。のりこ全然手かかんないから、ただただ寝てるだけだから何にも手かかんない。そういうんじゃない、ただ寝てるの。じゃあ今から配信外の手で家帰ります。ただいま。したか？ペコ。ただいま。いや雨だったよ。あれ猫じゃないの？あれまだ猫なの？どうしたの、のんちゃん？猫なの？にゃ。猫か。お腹空いたからご飯食べよう。お腹空いてない。今日何も食べてないじゃん。昨日買ったパン食べた。俺のんちゃんのために帰ってきたんだよ。うん、じゃあお腹空いてないの？お腹は？猫？にゃ、うん、どうしよう。ねえ言ったでしょ、のんちゃん猫になってたでしょ。聞いた？聞いた？みんな。のんちゃん猫だからにゃーっつって。はい、ワードツー、アイテムありがとうございます。聞いた、うん、のんちゃん猫だから。のんちゃんご飯食べない、サラダしか食ってない、にゃって言ってないでしょ、うん、のんちゃん全然ご飯食べないんだけど。のんちゃん顔猫顔かな。そうかな、のんちゃん顔猫顔？猫顔？なんで猫なの？どうしたの、のんちゃん。猫になりたいから。猫になりたいの、のんちゃん。うん、今度は猫になりたいの。うん、俺だって付き合いたての頃魔法使いになりたいっつってたけどいいの、魔法使いはいいの、もう、うん、猫になるの。うん、そっか、いいよ猫で。にゃあれ、うん、花火ありがとう、花火ありがとう、にゃーは、にゃー花火ありがとう。残念ながら僕の可愛い彼女は猫になりました、うん、腹減ったよ、のんちゃん。ご飯作って、ありがとう。うわー、ナインコンティニュー、ありがとうございます。ナインコンテニューありがとう、サンキュー。うわー、ノンラブー、ナインコンテニューありがとう、ノンラブー、のんちゃんありがとう、にゃーにゃーなんだそこは。ありがとう、ノンラブコンテニュー。お、今何位、何位？19位から上がった。 KP ありがとう、ナインコンテニューラッシュありがとう、ノンラブ。のんちゃんご飯食べるよ。え、23位まで落ちてんの俺。うわー、ナインコンティニューいっぱいありがとう、ノンラブ。雑誌に出るぞ、のんちゃん。今回雑誌に出れるんだよこれ、受かると。頑張って。うわ、10倍出た、10倍ナインコンティニューありがとうございます。
10番初めてだ。花火ありがとう。花火、花火ありがとう。のんちゃん、ご飯食べよう。ありがとう、匿名さん。ナインコンデ、すげえノンラブ。ノンラブが気合い入れてる。ありがとう、楓のお母さん、のんちゃん、いいね、ありがとう。ノンラブ、ノンラブが止まんなくなった。ノンラブが、ノンラブがなんか無言でナインコンテに投げ続けるっていう。どうした、ノンラブ。22に上がった。皆さん、無料アイテムもあるんでね、パパラッチください。のりこさんは何好きですか、だって。はい、のんちゃん答えて。にゃー。よし、絶好調だな。うん、のんちゃんはにゃーですね。正解は、ノンラブありがとう。ノンラブラッシュありがとう。はい、のんちゃんへの質問どうぞ、皆さん。はい。10倍ナインコンティニューありがとうございます。ありがとう、ノンラブ。にゃーえ、のんちゃんそれ長いの、その設定。 ありがとう、すげー。パパラッチありがとう、まったん。まったん、ありがとうね。みんな、パパラッチ無料アイテムあるから、ノンラブたくさんありがとう。すげー、すげー、止まらねー。何位だこれ。これでのりこさんに何か使ってください。風船ありがとう。はい、のんちゃん。のんちゃんね、あれ、ありがにゃー。あ、日本、お前人間だな。お前今に日本語使ったろ。お前本当は人間だろ。ありがとう、18円ありがとう、ノンラブたくさんありがとうね。ノンラブありがとう。お前今に猫じゃないな、お前。お前ありがにゃーっつったろ今。ダメだよ、もうニャーしか言わせないから。厳しいよ、うちは。うんこ投げないでください。のんちゃん、のんちゃん、いやこいつ偽物だわ。猫ババアだわ、妖怪猫ババアだわ。痛い痛い、蹴らないで。お前あれだな、妖怪猫ババアだな、それは。痛い、爪を引っかくな。あれだな、妖怪猫ババアだな、のんちゃんは。違うの、何なの。猫なの。16位になった、ありがとう、貯金さん。パパラッチありがとう。16位、うおー、16位、見えてきたぜ。ジャスティン・ビーバーに並ぶ日が、ジャスティン・ビーバーと俺が肩を並べる日が来たな。皆さん応援よろしくお願いします。世界の和道になるぞ、世界の和道。花火投げたくなるだろうかっつって、もうじゃんじゃんちょうだい、じゃんじゃんちょうだい。まあでもイベント中はね、やっぱね、まあ花火もね、花火もイベントアイテムももう好きなもんじゃんじゃん投げてください。てかのんちゃんご飯食べよ、にゃーとか言ってないで。どうしたの、どうした、いやそれ。何、ね、布団が気持ちいいんでしょ。布団から出たくないんでしょ、とにかく。どうするこれ、もうずっと寝てるんだよここで。ちょっと電気つけて、そこつけてポチって。ちょっとみんなどう思う、ずっとここで寝てんだよこうやって。のんちゃん、やなの、お外出たくないの。ご飯食べない死んじゃうよ、のんちゃん。うん、おー、まみさんお疲れ、付箋ありがとう。いいのご飯。薄暗いからイメクラみたいにならないっす、ならないっす。別にここイメクラじゃないんで。うん、イメクラとか行ったことないんで僕。パパラッチありがとう。でもお腹本当に減ってないの。ニャーじゃなくて、お腹減ってないの。にゃー。どうする、お腹減ってないって。何食う。いや和道さんのおごりでって俺いつもおごってるっつうんだよ。なんだよ和道さんのおごりでって。俺ちゃんと出してるわ。ニャーじゃないよ、コメント欄ニャーじゃないよ。ダメ、ピザは食べるから。ピザは食べるんでしょ。にゃ。
ピザは食べない食べないっつって結局注文したら、ありがとうジョギンさん、ありがとう、ニューコンティニュー9、ありがとう。いやもうちょっと今日は朝から放送ずっとやって、で生活保護の対談やって、お酒も2杯飲んでるから、ちょっともうパパッと食ってパパッと寝たいよ。のんちゃんに不自由させないよ俺ね。え、のんちゃんずっと寝かせるもんね、気の済むままで。のんちゃんはね、このベッドの上で寝てんのが一番、世界で一番幸せなんだって。もこの俺の部屋のベッドで、ここでこうやって寝てんのが一番幸せなの、のんちゃんは。お、え、17位になった？下がったってこと？え、下がったの？マジかよ、うん、マジかよ。ワドーの祖先何俺の祖先誰これちょっと似てるんだけど、下がっちゃったの。どうも先祖様、ご先祖様いらっしゃい。すぐ下がる。なんでアイテム投げたら下がるんだよな。頑張ってるのかな。16位と17位が熾烈なバトルなのかな、もしかして。せっかくノンラブが頑張ったのに、マジかよ。せっかくノンラブがね、あんなにたくさん20発ぐらい投げてんのに、悔しいっす。のんちゃんご飯、ふわっちポイント的には一ついくらなんだろう。なんかあーっとね、普段の投げ銭率の8割っつったから 40% ぐらいじゃないの。あー、もっと投げられてる枠があるんだろうね。のんちゃんご飯にゃにゃじゃなくて食べないの本当に、うん、これ食べてくるよにゃにゃ。え、なに、何日ぐらい続くのその猫は。ね、手もこうなのちゃんと、うん、それ解放とかぶってるよ。あと言っとくけどいいの、いや、 やめよ。じゃあやめよ。それニャーは解放とかぶってるよ、嫌でしょ。やめる、やめた方がいいよそれ。おはにゃございますとかぶってるよ。ニャー、え、いいの、いや、ニャー。解放と丸かぶりだからねそれ。発想力が解放と同じだよそれ、ニャーっていうの。嫌でしょ。パクリだよ、しかも解放のパクリだよ。のんちゃんいいの。本番にゃーっつって、あーどうすっかな、カレー食いに行こうかな俺一人。っていうかだったら歩きで帰りにカレー食えばよかったじゃん。ていうか最近コメント見ない、コメント見ないよね、本番にゃーっつって。じゃあ手つくから、解放のやつはこれがつくんだよ、コメント欄にこれがつくから、これが。どうすっかな、何食べよう。それ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 腹立つよねこれ、これ腹立つよねこれ。手首の感じがムカつく、手首がこうなってんのがムカつく、わかる、こっち側じゃなくてこうなってるのが腹立つ。ちょ、おでこ触らないで、ギリギリだからやめて。のんちゃん、のんちゃんおでこをやめて、もう残りちょっと待って、触らないで、おでこを広げないで、やめて。のんちゃんおでこちょっと触らないで、限りある資源だから、限りある資源ちょっとやめて、生え際はやめて、やめて、生え際やめて、生え際をちょっとそこもうギリギリなんだから、そう、いや何やってんだよお前、何やってんだお前、ふざけんじゃねえよ、やめろ、生え際をやるな、生え際を、生え際を触るんじゃない、やめろ。どうすんだよハゲ散らかしたら、
佐野みたいになったらどうすんだよ、佐野みたいに。いいの、うん、いいの、うん、ちゃんまんみたいになっていいの、うん、俺がちゃんまんになるってことはゲルゲンになんないとダメなんだよ。あの痛いできる女みたいになんないとダメなんだよ。いいの、うん、くっそ寒いよ。うちできる女やでみたいな雰囲気ずっと出してるんだよ、うん、でしょ。そんな痛い女になっていいの。どうする、じゃあ選択肢、俺だけだからご飯食べんの。ターリーカレー、ターリーカレー遠いんだよな。さっき写真撮ったあの立教の方だからな。何食べよう、何食べようかな、どうしよう。俺朝なんか食ってた、パフェ食った、弁当食ったっけ朝。ごめん、弁当食ってたわ俺。何時ぐらいに食べたっけ、起きた時朝5時ぐらい、6時頃、朝6時。じゃあ12時間ぐらいか食ってないの。まあそんなでもないな意外と。何食べよう。一人で食べるの寂しいんだけど。一人でご飯食べんの。のんちゃん、あの大根とスペアリブ作ってよ、のんちゃんお願い。あれ大好きなんだよ俺、のんちゃんのあれ。ていうか毎日ご飯で、うんじゃなくてご飯毎日のちょっと一食頑張るって言ってたじゃん。あれから3ヶ月経ったよ、もんさん。ねえ、のんちゃん、ご飯、スペアリブ作って。スペアリブ。大根の煮付け。時間かかる。いや、違う違う、今日じゃなくて。時間かかるはニャーじゃないんだ。もんさん。分かったよ、いいよもう、分かったよもう、あんまり言うとのんちゃんいじめるなって怒られるから、のんちゃんの囲いに。のりこに作らせるなとか虐待とか DV とか言われるからDV でもなんでもないよ。最低、和道さん、女性に暴言は暴力と一緒ですよとかね、なんかアンチコメント流れるから。ねえのんちゃん、じゃあ飯食います。何かしらのご飯を食べます。ね、明日ね YouTube 小川さんのやつ1本あげて、でしばらくちょっと YouTube のやつ、動画小川さん撮ったやつポチポチあげていくと思うんで、皆さんよろしくお願いします。でじゃあおやすみなさい、バイバーイ。バイバーイ。え？にゃーじゃないの？にゃー。ふん、にゃー。オッケー。にゃー。